こんにちは。こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。今日は女性社長インタビューということで福岡に来ております。本日のインタビューは着物サロン小鳥の松原社長にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介からお願いいたします。はい。福岡市役員で、ユーズド着物の販売と、着付け教室を主催しております松原孝恵です。着付け師でもあり着付け講師でもあるんですが、今はお客様にご好評いただいているのは着物のコーディネート、を推しております。主に経営者の方とかお茶のお客様が多いんですけれども、そこの場所とかその方の立場とかそういうことを全部ひっくるめて、その方の魅力を引き出す、着物スタイリングをさせていただいております。今日も素敵なお着物で襟がとっても可愛いですね。キラキラしてて、はい、これビーズなんです。初めて見ました、はい、素敵ですね。そういうのも考えていらっしゃる？あ、これはたまたま問屋さんで見つけたんですけど、なかなかちょっと手に入らなくてですね、はい、ユーズド着物っていうことは、はい、リサイクルする、リサイクルの着物ですね、はい、やっぱりタンスの肥やしになっているものが多いので、それをそのまま捨ててしまうとか、娘さんに継承されることがないまま、どうしてももうなくしてしまうことが多いのを聞いて、私はそれをまた新しいお客様におつなぎするっていうお役目と思ってお仕事させていただいてます。買取ですか？はい、買取と販売もされて、はい、主に販売なんですが、はい、買取はやっぱりお客様からご紹介いただいて、それも多くさせていただいております。今力を一番入れてらっしゃるのは何になりますか？一番はですね、もう本当にもう4本柱ぐらいでやってるんですけど、主にはやっぱりそのリサイクルの着物を販売することっていうことなんですが、そうですね、先ほども言いましたけれども、コーディネートに力を入れてますね。みんな困ってる方が多いと聞きましたし、お着物、洋服の時はね、皆さん、すごくおしゃれにされてるんですけど、お着物になった途端ちょっと不安になったり、少し残念な着方をされてたりする方もちょっとお見受けしたりするので、コーディネートアドバイスするっていう。そうです、アドバイスです、はい、着付けをしてあげて、はい、コーディネートのアドバイスをするみたいな。そうですね、はい。起業して独立されてどれぐらいになりますか？はい、ですね、私の場合は着物歴が20年、着物販売歴20年なんですが、着物サロン小鳥というお店が、今年の5月で10年を迎えます。あ、そうですか、はい、独立されて10年ですか？はい、そうですね。なんかいろいろ大変なこととか、いいこと大変なことってあると思うんですけど、一番大変だったことってどういうことですか？大変だったことは、まず私が起業した時に、SNS を全く知らなくって、もうただ口コミで、ただお客様とこうフェイストゥーフェイスでやっていけば、広がるだろうと思っていたんですが、やっぱりそこのところが、お客様にこう認知されないっていうところが一番考えてまして、そしたらお客様から SNS をしなさい、ホームページも作ってなかったものですから、それをお客様からこれをしなさい、あれをしなさい、今もツイッターもフェイスブックもインスタ も全部やって、ブログも書くようになりましたし、そこから少しずつ、お客様が増えてきて、はい、あとはでもご紹介ですね。それで、はい、もう来月はお客様の予約があるかなとか思いながらも、お客様に助けていただいてここまで来た、もう口コミでどんどん広がっていって、はいはいですね、やっぱり始めた時に売り上げを上げるのが大変ってことですよね。大変でした。ですよね、はい、それが口コミでどんどん広がっていって、はい、っていう感じですね、はい、ありがとうございます。大変だった時とかに困難脱出法とか何かありますか？ストレス発散する方法とか。私も仕事が遊びみたいな、なんかプライベートが仕事みたいな感じで、ずっと着物がお好きだから独立したって感じですね。そうですね、はい、なので好きが高じて、お仕事につながったし、それに生活も伴っていくようになったので、もうほとんどなんかプライベートもなんか仕事してるようなもんで、それが楽しいわけですよね。そうなんです、だから着物着ている時がやっぱりもう一番楽しいですし、毎日着物ですか？やっぱり
365日ではないです、うん、やっぱりたまにはヒールも履きたいですし、うん、ジーンズも履きたいですし、うん、はい、だけど着物を着てどこに行くかとか、うん、お客様のそのコーディネートを見て、うん、やっぱ私が眼福をしているわけですね、うん、もう素敵だなと思って、うん、はい、でもお客様がキラキラ輝いてることが私の喜びでもあるので、うん、それが結構発散というか喜びですね、うん、本当にまさに仕事をしているのがもう、うん、ストレス発散にもつながるっていう意味ですね、うん、そうですね、はい、なんかこれからやりたいこととか夢とかありますか？まさにコロナ禍で、うんうんうん、フェイストゥーフェイスがちょっと難しくなってしまったっていうこともあって、うんうんうん、昔からお客様から言われていて、うんうん、まあ、対面でもいいんだけどお店に行きたいこともあるんだけど、うん、もうお家でピッピと着物が買いたいって言われていて、うんうんうん、ネット販売をやってくれって言われていたんですね、うんうん、それをやはりこのコロナ禍の中、うん、とうとうやる時が来たのかなと、うんうんうん、はい、ネット販売は、はい、うん、それがちょっとやっぱり苦手なんですけども、うんうん、やっぱりお客様がそうやって言ってくださったことは間違いないと思うので、うんうんうん、これから力を入れたいなと思ってます。ネット販売に力を入れて、はいはいはい、ありがとうございます。これから起業したい人にちょっとメッセージをいただけますか？うん、はあ、そうですね、うん、私は従業員もいませんし、うん、一人でまあのんびりと言いますかやってきたんですけれども、うん、まず一番は、うん、その着物そのお仕事に対して好きかどうか、うんうん、やっぱりやってて自分が楽しいかどうかっていうのが一番だと思うんですね、うん、そうじゃないとオーナーの自分が、うん、もう好きっていう気持ちがないと、そうですね、お客様に伝わらないので、うん、もうそれが一番、うんうんうん、それをお仕事にしていただけるならば、うん、本当に頑張っていただきたいな。もう自分が好きでやりたいっていうもので起業するのがおすすめってことですよね。そうじゃないと、うん、いやいややってることはお客様にも伝わって、はい、それが結局うまくいかないってことですよね、はい、うん、続かないですよ ね、 続きませんね。もう20年も、ね、やってらっしゃって、はい、お着物が、ね、大好きだと思うのでね、うん、はい、やっぱりそれがやっぱりうまくこういく、うんうん、そうですね、でまたご紹介いただけるようなきっかけにもなりますもんね、うん、本当にね、お客様に助けられてます、うん、振り返りますと、うん、もうだからそれに結局私は恩返しするしかないので、うんうんうん、それはやっぱり着物を通して恩返しするしかないと思っているので、はい、ありがとうございます。最後になりますけども、はい、何か PR したいことがあればお願いします。はい、私は今までフェイストゥーフェイスでお仕事をしてきましたので、やはり福岡市に住んでますと福岡の方がほとんどだったんですね。でもこれからは全国の方とつながっていきたいなっていう思いがあります。でそれにはやっぱりネット販売っていうのが一番近道なのかなと思いますので、もっともっとお着物が楽しいということを広めていきたいと思ってますので、全国の方に、そしてできれば世界の着物愛好家の方と接していけたらなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。ホームページとかリンクを貼っておきますので、はいはいはい、また今日ご興味ある方はぜひ覗いてみていただけたらと思います。お願いします。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。